一つ目はエリンが挑戦、日本語できますコンテンツライブラリーです。2020年7月末で閉じたウェブ版エリンが挑戦日本語できますのサイトにあったコンテンツの中から動画や人気コーナー、参考資料を集めた新しいサイトです。スマートフォンでも使えるようになりました。コンテンツは25のトピックで構成されています。トピックごとに順番に学習を進めることもできますし、各トピックに出てくるこれは何?見てみよう、やってみようなどのコーナーにある素材を部分的に使うこともできます。今回は普段の授業にも取り入れやすいコーナーごとのコンテンツをご紹介しましょう。一つ目は日本の文化をクイズ形式で紹介するこれは何?のコーナーです。30秒程度の動画で日本のさまざまなものが紹介されています。福岡を見てみましょう。日本の学生にはおなじみのこちらの赤いシート、なんだかわかりますか？答えは参考書の文字を消す下敷きなんです。2つ目は日本人の生活や文化を動画で紹介する見てみようのコーナーです。18課を見てみましょう。テーマは高校生のカバンの中。動画を見た後でタイの高校生のカバンの中とどんな違いがあるかクラスで話し合ってみてもいいですね。3つ目はやってみようのコーナーです。授業で文化体験をする際に参考になる動画がたくさんあります。1課は名詞交換の仕方です。日本語を学び始めたばかりのクラスではカタカナで自分の名前を書いた名詞を作り、日本式の名詞交換のロールプレイをするクラスも多いのではないでしょうか。5課では書道について紹介しています。日本人の書道の先生から筆の持ち方や綺麗な字を書くポイントを聞くことができます。生徒に動画を見せてから実際に習字にチャレンジすればより綺麗な字が書けそうですね。以上、エリンが挑戦日本語できますコンテンツライブラリーのご紹介でした。今後動画には対抗訳もつく予定なので、さらに便利に使うことができそうです。